今回紹介するのは、オブシダンソードを譲渡した際に、サルーインが使ってくる攻撃を紹介します。本来、オブシダンソードを譲渡した場合、こちらの行動を真似してしまうサルマネ状態になってしまうのですが、ワンダースワン版では修正されており、オブシダンソードを装備したサルーインと戦えます。ちゃんとミニオンヘイトは、オブシダンソードを届けられたのでしょうか。まず、オブシダンソードを装備した時の剣の色を見てみましょう。一時停止。色の違いがよくわかりますね。オブシダンソードの確認もできたので、実際に攻撃パターンを見ていきましょう。ワンダースワン版でのサルーインの攻撃パターンは、術が多く、物理攻撃をなかなかしてくれません。ちょっと根気強く撮影する必要があり、準備に時間がかかりました。ひたすらサルーインの攻撃から耐え続ける必要があるので、このゲームにはあまり必要のない、守りを固める作業です。シムラクラムや原体戦士術の分身は回復が効かないのですが、雪だるまになるシムラクラムは高い指輪の効果が有効で毎ターン回復ができます。クローディアだけ雪だるまに。いきなりオブシダンソードを使ってきました。これはかなり珍しいパターンです。スローでもう一度。普通に15分くらい戦っても使ってこない時あるぐらいです。クローディアは術の減り方でターン数を確認するため、術ポイントが1減る術だけを使っていきます。他のメンバーは明治スタッフを振り続けます。明治スタッフは使用者へのダメージ半減効果があり、振る舞いに攻撃を受けても半減されます。普段使うことはないですが、この企画には重要な武器です。145ターン目。まだ激剣派の代わりに使えるようになったはずの技は使ってきません。とうとうクローディアがやられてしまいました。ここからはホークがターン数を数えるため術を使っていきます。アニメート、死者を操る術です。パンチを使ってきました。どうやら一番最初に装備してある武器を使用しているようです。269ターン目。アニメートにより壊滅状態です。ホークもシムラクラムまで使い切って諦めモード。とりあえず倒しちゃおうかと攻撃を仕掛けます。アイシャ以外のメンバーは一番最初に装備してる武器が近接攻撃で、ホークまで攻撃が届かないようですね。
邪剣吐きた、もしかしたら HP が減らないと使ってこないのかも。2時間近く戦っていたのに。スローでもう一度。グラフィックは激剣派や流星剣と同じですが、しっかりバグが修正されていたことを確認しました。こんなに満足感と達成感のある全滅があっただろうか。ご視聴ありがとうございました。